見てね。奥平さん、莉子さん、今回は見た目は高校生、中身は老人と、あの某名探偵より年の差がある、すごい難しい役どころだったかなというふうに思うんですが、奥平さんいかがでしたでしょうか。そうですね、なんか一番最初あの、まあ、本読みじゃないけどなんか顔合わせみたいなかんあの時間があった時に、あの自分のおじいちゃんの姿とか、あの姪っ子の、あのおばあちゃんの姿っていう、その皆さんとおじいちゃん組の皆さんとお会いしたんですけど、それ以降実際撮影現場でお会いしてなくて、で撮影の順番的にはでも高校生が先なんですね、はい、そうだから僕らもね、シゲもそうですけど、なんかおじいちゃんの名残を残した方がいいのかとか、まあでもフレイルってもの自体なんかちょっと若々しくいる瞬間もあるから、まあやりすぎてもあんまなんかちょっと良くないなっていう感じで、割と最初はちょっと手探りな感じでいたんですけど、まあ、後半は割とそんな自分が本当は実年齢はおじいちゃんぐらいの年っていうのはあんま関係なしに割とお芝居はしてたかなと思うので、まあ、そうですね、だから出来上がった作品見て、あ、おじいちゃんのパートこうなってるんだっていうか、あ、なんかアキラすごいあったかいなみたいな感じのことは思ってましたね。ありがとうございます。続いてリコさんいかがでしたか。そうですね、でもなんか小道具におせんべいとかありましたよね。ありました、ありました、ね、とかそれこそなんか CA のセリフの言い回しでちょっとなんか語尾におじいちゃん感出そうかみたいな話とかも本読みの時にしてたりしたので、まあ本当意識したって言ったらそういうところですし、割とそういう環境がそれちょっとおじいちゃん感おばあちゃん感出すみたいなので、すごい小道具とかでそういう工夫をしてくださったので、もう私たちは特になんか意識することはそんななくというか、まあ、割と自然体な感じで演じさせていただいたなとは思ってます。はい、今回ゾンビ映画っていうことでアクションもすごい見どころだったと思うんですが、莉子さん、奥平さんのアクションいかがでしたか。いやね、本当にすごかったですよ本当に見てましたっけ。いやいや、そう、実は言うと本当に1個ぐらいしか見てなくて、ね、ちょっとね、正直この台本いただいた時にあんま見てないなと思ったんですけどでもなんか見てたっていうか、まあ階段のシーンとか結構もうお互いそうね、こうやってみたいな、逃げてみたいな感じだったから結構ごちゃごちゃしてたんで、なんかカメラワーク的にも割とずっと、うん、なあそこでもうずっと手持ちで結構なんか躍動感あるような、ワンカットで、そうですね、ワンカットでやってたから、もうなんだろう、誰かがミスったらもうダメじゃないですか、 NG になっちゃうから、うんうん、もうみんなそこは躍動感もありながらも、まあでもなんか頑張ってたなっていうのは、確かに階段のシーンとかはそうね、なんか皆さん覚えてるかわからないですけど、階段から転げ落ちるシーンがあるんですけど、そういうところは割と大変だったかも、ね、うん、でもすごい頑張って素晴らしかった。いや本当そうですよね、すごい暑い日だったと思うんで。そう、暑かったんですよね。あ、そうですよね、奥平さんのアクションの安定感がのおかげでっていうところありますよね。すごい、まあそうあればいいですけどいやでも本当に体感がすごくて、もう、まあ、それはもう大健君もそうですし、莉子ちゃんもそうなんですけど、なんか、まあ、僕今36年、僕だったらちょっとつまずいって転んじゃうなってところも、なんか多分この体重をなんかこう小指で支えるぐらいのなんか安定感っていうか、そんな風に見えない。いやいや、そうです、そうです。で、そのシーンも本当結構テイク取るかなと思ったんですけど、うん、3カットぐらいでね、結構割とすぐ、それはすごく嬉しかったですね。さすがって思いました。ありがとうございます。それはさすが監督の洞察力っていうところもすごいなっていうのを思うんですけど今回お二人とも初挑戦だったことがありますよね。ありますね。奥平さん、教えていただいてもよろしいでしょうか。僕はギターを演奏するっていうのが初挑戦でしたね。まあ多分にこちゃんもそうだと思うんですけど、はい、私も一緒にやりましたね。でもめっちゃ上手で、いやいやいや、てか上達早くて、なんかもともとやってたんで、なんかちょっとやってない、なんかさ、なんだっけ、なんかいじっ、なんか持ってるみたいな、なんかいじったことあるみたいな。そんなこと言った俺じゃあギターじゃないかな、なんかめっちゃ上手で、これなんか友達、僕の地元の友達が、うんうんうん、でバンドやってる子とかがいて、
なんか結構その子とすごい仲良かったから、うん、結構身近で見てたっていうのはあるけど、でも実際そう、あ、やったのは初めてだった、ね、やったのは初めてでね、ちゃんと教えてもらってね、びっくりしました。なんか私がまだ 1,2 個ぐらい覚えてるところも全部弾き終わってて、そう、なんか本読みの後にやったじゃん、あ、練習、ね、そう、あの時にマジで上達早すぎて、もうスタッフさんみんなビビってましたよ。え、はい、そんな、あんま覚えてないな、うん、覚えてないです。え、待って、リコちゃんで言ったらって歌うシーンもとかも、そうですね、あるじゃん、ボイトレとかやってたんでしょ。ボイトレも行きました、もう私歌うの本当に苦手で。え、でも別に全然上手かったですもんね。いや、本当に苦手なんですよ。すいませんでした、もう結構はい、正直 NG 出したいぐらい歌は私本当に苦手で、だからもうそれもあってちょっとあのボイトレに通わせていただいて、今回はあの頑張ってやってました。いや、でもすごい素晴らしかったですけど、ね、いやいや素晴らしかったです、ありがとうございます。本当に、はい、あのギターに歌唱にといろいろと初挑戦だったっていうことだと思うんですが、監督も今回劇場映画という意味では初挑戦ということで、いかがでしたでしょうか。そうですね、もう本当あのドキドキで、本当あのそれこそ本読みの時とかお二人に会うのもドキドキしていて、初めての監督姿っていかがでしたか。あ、現場で、現場ですよね、はい、そうですね、まあ、それこそさっきおっしゃっていただいた通りに撮影期間が結構短かったので、でやっぱあのゾンビの例えばメイクであったりとかっていうのも時間かかりますし、まあ、そこはもう本当スタッフさん全員がすごい大変だったろうなっていうのは思うんですけど、でもやっぱあのそこの中でやっぱ統率取るのって結構きっと難しいと思ってて、でやっぱ僕個人的にすごい思ったのが、あのもうなんていうんですかね、今回撮影する前になんとなくプロットっていうんですかね、あの、はいはい、絵ができててなんとなくこういう風に撮るみたいなのがあって、僕はそれがあったのがすごい、あ、まあ、こういう風に撮りたいんだなっていう、でも監督であったりとかカメラマンさん の意思をすごいそこでまず、あ、まあ、こういう風に撮りたいんだなっていうのを感じれて、でちゃんと現場であの監督の頭の中にこういう風にこういう風にするっていうのをすごい僕は感じたので、あのなんだろう、変な話、僕が例えばじゃあここどうしようかなって思うところでも、あの素直に監督に相談すればきっと自分 の監督の頭の中にあるものをちゃんと素直に自分にぶつけてくれるなっていう安心感がすごい僕はあって、それがなんだろうな、監督の下でお芝居する役者にとってはすごく心強かったなっていうのは思いますね。ありがとうございます。まさに今おっしゃっていただいていたそのプロットってプリビズっていうものですが、ハリウッドの制作手法なんですよね。それを今回あの海外制作チームとの共同制作ということで取り入れたりもしていたんですが、結構現場はずっと英語が飛び交っているっていうような、そんな現場だったと思うんですけど、どうでしたか、奥平さん。でもすごかったよね。すごかった。初めてだもんね。ね。なんか大体あの撮影するときってじゃあカメラがの位置決まったら、うん、じゃあまあ、例えばじゃあテストとか本番とかって、まあ、当たり前ですけど日本語じゃないですか。で「用意はい」とかって言うんですけど、今回の現場は「スタンバーイ」なんですよ。そう、スタンバーイだった。覚えてる。そう、覚えてる。もう衝撃すぎて「スタンバーイ」「レディーアクション」なんですよ。そんな現場行ったことないし、これからもなかなか行くことないだろうなって思って、まあ、最初はねすごいなんか、あ、ちょっと新鮮な現場に来たなと思ってたんですけど。もう僕はそのなんかやっぱみんな英語で喋るじゃん、うんうん、だからどうにか聞き取ってやろうっていう風な気持ちがすごい確かになんか言ってたよね、そう強くなってちょっと聞き耳立てて、なんとなく理解できるとかあったら日本語で、あ、でも僕こうこうこうするんで大丈夫ですよっていうのをちょっとなんかカッコつけてやってみたりとかっていうのはありましたありがとうございます。リコさんいかがでした、海外の。そうですね、まあ、あの本読みの時にまず台本が横書きだったんですよ。ね、そうね、それがあれなんですね、海外のやり方っていうか、うん、そうですよね、はい、だからその時点でまずだいぶ違うなと思って、縦と横でこんな印象違うんだと思いましたし、現場行ってからは監督がなんかしれっと英語めっちゃペラペラで、そうね、そうびっくりしちゃった、えなんか ねちょっとしれっとなんかちょっとかっこいいところをそうね、そう出してね、あれすちょっとなんかキュンときましたよねあ、こういうところでみたいな、びっくりしました。はい、でもすごい頼もしかったです。そんなペラペラな監督でしたけど、海外との制作どうでしたか、海外チームとの制作。そうですね、やっぱその言葉の壁もがあるので、あと文化の壁とかもあるので、もう本当さっき大賢が言ったようにその事前に
あの絵コンテよりももうちょっと 3D でこう空間を見せたりとかっていうなんか事前準備をものすごい頑張ってやろうと思っていて、で、まあ、そういうのにすごい力をあの注ぎ込んだなっていう、なんか台本とかでもゾンビが馬乗りになるっていうのを直訳すると、あの、外国人スタッフが直訳しちゃったらしくて、そしたらなんかその馬に乗るみたいな馬乗りをこういうそしたらなんか何考えてんの、あの監督はなんかどこにその馬の予算があるんだみたいな、いや違います違いますって、馬乗りっていうのはこうやってて、ちょっとそうアクションで見せたりとかしてって、そういったちょっとしたこともあったりとか、まああったんですけど、まあでも本当にあの外国人スタッフの方々が本当になんかこう何ていうんですかね、こうラテン系の曲が後ろに流れてるんじゃないかっていうぐらいこうあのリラックスしてラフで、なんかそういう殺伐としたなんかそういう現場っていうよりかはなんかこうリラックスしてみんな楽しくやろうよみたいなっていうなんかそういった雰囲気もあって、なんかこれはこれですごい、まあ、そのハリウ僕はハリウッド映画目指してるんですけど、まあ、そういったのを日本にどんどん取り入れていってもいいんじゃないかなっていうので今回そういうのでチャレンジさせていただきました。ありがとうございます。私は生粋の日本人だったんですごい焦ってましたけど、ね、当てのリズム気持ちはすごい分かりますプロデューサーだから、はい、ありがとうございます。今回のジェムニバスボリューム1を制作した東方の才能支援プロジェクトジェムストーンクリエイティブレーベルは挑戦を一つのテーマとして掲げていますが、奥平さん、これから挑戦してみたいこととか伺ってもよろしいでしょうか。挑戦してこのなんかまあちょっと夏っていう意味でもいいですかね。僕今今年21の年なんですけど、まあ同じ学校の同級生だった子とかでも今でも仲いいんですけど、来年から多分就職活動とかが本格的になってくる年だと思うんですけど、まあ早い人は21の年からでもやる人もいるんですけど、まあでもなんか若々しく遊べるのって今年最後かなみたいなふうに思って、今年の夏気合い入れて本気で遊んでやろうっていうのをまあ今まであんま夏なんか海でウェーイとかなんかそういうのもねやってこなかったんで、まあちょっと挑戦っていう意味でもそういうちょっとなんか若々しくいようっていうのは自分の中で今すごい掲げてるものとしてありますね。たくさん遊ぶということですね。そうですね、もう悔いのないように悔いのないように悔いのないようにぜひたくさん遊んでいただければと思いますリコさんいかがでしょうか。そうですね、まあ、今回の作品でもちょっとやらせていただいたんですけど、アクションをもっと本格的なのやりたいなって。でも似合いそう。本当にめっちゃ似合いそう、まあ、そんなになくてそこまでがっつりやったこと。見たいなそれ。やったことあります。アクションの作品何個かはやらせていただいてますけど、なんかすごい印象あります。え、本当に、うん、なんか常になんか戦ってるそういやでもなんかすごい似合いそうですよね。本当ですか。なんかちょっとクールな感じもあるから、そう、うん、絶対似合うと思う。じゃあぜひお仕事お願いします。俺がそうそうそう、ぜひ止めていただいて、あ、そうですね、はい、ちょっと挑戦したいなと思うので、はい。アクションということでありがとうございます。最後に監督、いろいろと挑戦したいことだらけだと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、そうですね、もう本当に今回。なんかその初めての作品でいろいろさっきもドキドキだって言ってたんですけど、もう本当に大天君とリコちゃんに救われて、いやもう本当にこんないい役者と出会えたことは本当に、まあベストキャスト他のキャストもそうなんですけど本当になんか自分の財産だなっていうのと、僕その縦型映画ではあのカンヌでグランプリ取って、まあ、レッドカーペット歩いたりとかっていうのでその時すごい心細かったんですけど、もうなんか将来的にはお二人と一緒にレッドカーペットをこう堂々と歩けるように僕もどんどんあのそういった作品を海外に通用する、でこのお二人をぜひあの海外でこう売り出していくような作品もちょっと撮りたいなっていうので、もうそれはもうこんなそれを夢にあのいやいやこちらこそ本当にありがとうございます。よろしくお願いします。本当にはい、そういう夢だな、ね、ありがとうございます。本当この組で海外に行くっていうのはすごく楽しみですねはい、ありがとうございます。